皆さんこんにちは。じゃあ、今日は岩船フルーツパークにやってきました。いや、いや、毎日来てるようですけど。岩船フルーツパークは季節ごとに様々なフルーツ狩りがお楽しみいただける施設です。うわ、もう分かりやすい。では皆さんに問題です。で、まさに今の季節が旬のフルーツ狩りは一体何でしょう？今？ぶどう？ぶどう？ぶどうは違うか、もちろん梨か。梨とか。梨は秋じゃないか。キウイとかリンゴとか、まあ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 。正解はいちご狩りです。いちごです。俺をいじってくれよ、俺。岩船フルーツパークでは お楽しみいただけるいちご狩りが全部で4種類。とちおとめよ。とちあいかよ。フルーツベリーよ。そしてロイヤル。とちおとめいよ、とちあいかいよ、スカイベリーいよ、そしてロイヤルクイーンですいよ。あー、いっぱいあってどれ食べたらいいかわかんない。でも今日はね、とちあいかとロイヤルクイーン狩りを体験していきたいと思います。それではレッツゴー。かすぎ、これでかいでかい。え、全然映してくれへんやん。いちご嫌いなの俺のこれ。いや、これ今何？アイカ。アイカ。ちょちょ、お前さ、あんま、もう勘弁しちゃ、最初に言ったよ。見て、これ見てください、ええ、これいちご狩りの楽しみはこう、うん、まあ、見て見て、うわっ、でっか、これでっかいと思った。これ、これどうやって飲むんですか？そう、こう指かけて、こう指かけて、うん、スッスッと。ああ、そうなん。はい、これ大きいね。これを食べていいんですか？どうぞ。食べますね。これ使ってくださいね。いただきます。もうこんなでっかい、もう赤超えて、これ何ですか？もう金色、銀色に輝いてます。もう僕の方からもう熱いんか言うて。ちょっと今のカットでお願いします。すいません。これとちあいか、とちあいか、とちあいか、とちあいかのいちごの特徴。いちごは？いちごがとても甘い。甘いんだよね。うん。他の品種より甘いんですね。はい。品種、うん、品種ですね。うん、品種甘いんですね。甘いんだよ、ね。そしてこれ半分に切るとなんとハート型になります。いや、可愛いこれね、はい。インスタグラムとかね。インスタグラム、うん、そういうのね。インスタに映えるところ撮るなら、もうこれ切ったらハート間違いなし。これぞ。とちあいか、とちあいか。そしてこれは栃木県で推してる品種となります。今ね、一押しの商品でしてね、バシバシ押してます、はい。まあ、とりあえず甘いんだよね。甘いし、みずみずしい。もういちごジュースがここから流れ落ちる。もうこれ多分、もういちごジュース、いちごジュースがこぼれ落ちそうなぐらいみずみずしいです。しかも果実が詰まってるから、ここに果実が詰まってます。ここに詰まってるからね。とちあいか最高。え、ここ行けるじゃないですか。ここちょっと、はい、いいの見つけました。いいの見つけた。いいイチゴ見つけました。いいの見つけた。見つけました。どれですか。そのちょっと葉っぱに隠れてる。葉っぱ、そこちょい右。それこれ、それこういうのも楽しみの一つや。それですよ。うわー、深い赤、艶と言ってね。あ、艶ですね。艶がいいやつがいいんですね。そうですね。ちょっともうこれもう深い赤、深紅のイチゴと言われます。お前フピ入りすぎやって。どんだけ食べる。ロイヤルクイーンはこういう形の、こういう、なんだろう、こうボコボコみたいな、一見いびつに見えるような、こういう形のイチゴもあるんですよ。これも、まあ、特徴であり特徴でないという。特徴でないんかい。うん、お前食べ過ぎや。ただこういう形のイチゴこそ美味しい。では実食してみます。これはカメラ回せ。あんまり見せたくないんですけど、真っ赤なんですよ。お前ちょっと食べ過ぎや。真っ赤でジューシーで甘い、これがロイヤルクイーンの餌なんですよ。パウロチャンネル頼む。お前食べ過ぎや。うん、これさ、
やはり美味しいです。甘さといい、この濃厚なんですよね、やっぱりロイヤルクイーンって。ジューシーかつ濃厚、こんな品種ありませんよ。これがロイヤルクイーンです。ありがとうございました。なんか出てきた、なんだか出てきた。ロイヤルクイーンの深い赤シンク、これが一番。いただきます。うんうん、めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい、うん、深いね。深い赤からの深い甘シンク。ちょっとちゃうな、でマジ中まで真っ赤っかっすね。あ、うん、合ってるな。合ってる、赤かったわ、うん、真っ赤なんだよね。真っ赤 で, ジューシーで甘くてジューシーで、その三拍子、その三拍子。またとっちゃい方違う甘さが、うん、楽しめたり楽しめなかったり。あ、ダメか、間違えちゃった、間違えちゃった。もう勘弁してや、勘弁してくださいよ。岩船フルーツパークのいちご狩りは5月上旬まで開園しております。詳しくはホームページや SNS をご確認ください。皆様のお越しをお待ちしております。